コナン市は、滋賀県の南部、甲賀地域に位置する市。2020年9月1日現在、市の外国人比率は5%を超えており、これは、滋賀県の自治体中、第1位である。コナン市中心部周辺の空中写真。南東から北西方向へ安川が流れる。画像左下方に見える古い街路が広がる一帯は、東海道の石部宿である。 1982年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。国土地理院地理情報によると、湖南市の東西南北それぞれの橋は以下の位置となっている。市役所付近を北緯35度線が通っており、東庁舎にモニュメントが設置されている。また、他に市役所付近を北緯35度線が通過する。 自治体としては、小津市、新見市、西脇市、京都市、大津市、大府市、静岡市、立山市などが存在する。西日本旅客鉄道草津線湖南市、コミュニティバス、滋賀交通の乗り合いバスが、JR 安駅から湖南市北西部の菩提寺と北山台で折り返している。また、若干であるが、水口方面へ行くバスもある。市の北部を通る。 名神高速道路菩提寺パーキングエリアに京都と名古屋を結ぶ高速バスが停車する。その他、湖南市が、滋賀交通市会社の滋賀バスに運行委託した湖南市、コミュニティバスが走っている。過去には、草津駅と水口を結ぶ、国鉄バスや滋賀交通バスが、国道1号で運行されていた。高速道路、一般国道主要地報道一般県道主な指導。 コナンシジム文書条例に基づき、総務部、総合政策部、健康福祉部、建設経済部の4部と、上下水道事業所、水道局を置く。詳細は、コナン市議会予参照小南市議会は、2004年10月1日の市発足と同時に発足し、合併前の旧石部町議会議員16名及び、旧厚生町議会議員20名の、計36名が、 在任特例により市議会議員となった。同年10月8日に初議会を開き、議長に矢野進氏、副議長に中野英徳を選出した。最初の議員の任期は2005年10月31日までの1年1ヶ月であった。合併後初めての市議会議員選挙は2005年10月16日に告示され26人が立候補した。 10月23日投開票をされ、24人が当選、2005年11月7日に、初議会が招集され、議長に、タテリー・サオ、副議長に、福島・清彦を選出した。議員報酬は2007年4月から引き上げられ、議会改革の一環として、2007年12月4日に、定数を4削減し20とする条例案が可決され、2009年7月24日には、 議場のインターネット中継を行うための予算案が可決された。さらに2013年10月27日の選挙から定数を2削減し18としている。旧厚生町役場を東庁舎旧石部町役場を西庁舎として使用。市議会は東庁舎教育委員会は西庁舎に置かれている。現、東庁舎の隣に新たに庁舎を建設し、 西庁舎の機能を集約する計画があるが、新型コロナウイルス感染症対策の財源確保のため、計画は一時的に中断している。郵便番号520-3288小南市、中央一丁目一番地郵便番号520-3195小南市石部中央一丁目一番一号詳細は、2019年、滋賀県議会議員選挙。 参照1894年10月、下田村出身の谷貞徳が、北海道旭川を訪ね、ピップ原野で植民地区画が,が行われていることを知り、翌1895年、下田の20校を率いて自ら団長となり入職した。谷貞徳が下田村を離れた理由には、下田村の小学校移転問題が絡んでいたと、伝えられるが定かではない。 当初予定の30個に満たないという理由で、貸し下げ地の大量返納が命ぜられたところに、第2次、第3次の移住があったが、後発組は、小作人か、トンで兵とならざるを得なかった。1898年6月、谷貞徳は32歳の若さで死去し、谷忠徳に頼れなくなった下高井卓段は、一致協力して新たな開墾に立ち向かった。 高須村に属していたピップ原野は独立の動きが生じ、1906年4月、二級町村制に基づくピップ村が誕生した。ピップ村は1962年1月に調整を、施行してピップ町となり、1994年には回帰100年を迎えた。それを契機に開拓者で縁のある、滋賀県、香川県、愛媛県との交流が始められ、 下田村が合併した厚生町とは1998年に友好交流提携を、合併によりコナン氏となった後も2004年12月にコナン氏とピップ町は改めて友好交流提携を再確認している。北栄町は漫画名探偵コナンの原作者である青山豪昌の出身地であり、名探偵コナンを生かした町おこしで注目されている。 2009年に、コナン市で開かれた滋賀大学との共済シンポジウムで、コナン、つながりでの北栄町との連携が提案され、2010年夏から交流を進めていた。2011年3月28日、谷畑英語コナン市長が、松本昭夫北栄町長のもとを訪れ、両市長の友好交流提携及び、災害時総合応援協定について、基本合意した。 同年七月二日に正式に有効提携都市となった。九百九十五年七月、セント・ジョンズ教育委員会の一人が高校生海外総合派遣事業の引率教師として高生町を訪問。それをきっかけに漁師の交流が始まった。かつての宿箱南山アスカから奈良朝中期に混流された天台寺院で国宝指定された建築物が 湖南市内に参加テラあることから付けられた名称。神社自然寺神社旧石体育館、グラウンド浴場、プール公園宿泊研修施設文化ホール図書館、公立私立公立私立小学校中学校市は2007年から市内の小中学校に在籍する外国人児童生徒を対象に日本語初期指導教室、桜教室を設置している。通級料は無料であり、設置場所は 私立美みと小学校内、高等学校特別支援学校交番駐在所、郵便局郵便番号。ありがとうございます。